はい、皆さんこんにちは、のべです。トロピコ6やっていきますでしょう。さあ、最終ミッションバトルロイヤル、引き続き頑張っていきましょう。現在、革命時代、世界大戦時代を乗り越えて冷戦時代でございます。もうやることね、たくさんあるからね、頑張っていきましょう。よし、やっていきます。さあ、まず冷戦時代になり始めたということで、じゃあ大使館置いていきましょう。じゃあ東側、で西側だね。はい、でまず賞賛はやめておきましょう、金がない。じゃあ次は研究で、じゃあまずは移民局、移民局のワークモードを解除して、でこれだな、これのワークモードを熟練労働者に切り替えて、教育レベルの高い人たちを入れ込みましょう。でこっからどうするかな。あとはじゃあ攻撃だな。何がいいかな。あー、ラム酒いいね、いいね。じゃあラム酒を、はい、じゃあ輸出で、次は缶詰か、いいね。はい、さあこれで、ああ葉巻もいいね。であとはそうだな、まあこんなもんかな。さあで金がめっちゃ入った、いいねいいね。じゃあ次はなんか建てたいな。何を建てるべきかな。あー、アパート、じゃあアパート建てましょうか。だいぶねホームレスの人が多いから、じゃあこの辺かな。じゃあこの辺に、この辺しようか。どこに建てればいいのか、全く分かんなくなってきた。じゃあまずここに建てよう。はい、じゃあここに建てます。で次は何か工業系のものも建てたいな。宝石工房か、いいね。じゃあ宝石工房を建てましょう。金が取れるのはどこだっけ。どこだっけ忘れちゃった。こっちか、こっち。こっちに確かね、金を掘ってるところがあったはず。そう、ここだ。じゃあ、ここに1個建てましょうか。はい、じゃあ、お願いします。おい。で、向こうにも確か金を掘ってる鉱山があったはず。ここだ。じゃあ、ここにもう1個宝石工房を建てましょう。はい、これだね。この宿泊小屋がちょっと邪魔だな。こうしようか。ああ、いいね。素晴らしい。おいよ。で、できればバス停なんかを置いて、中心街からこっちに人を持ってきたいな。バス停。じゃあ、バス停も置いていきましょうかね。プレジデンテ。ああ、早速来たか。深刻な危機にさらされています。女神には植物園を建設するか、大聖堂を建設か。緑に優しくすることを考えていただけませんか。じゃあ大聖堂だな。ちょっとね、幸福度上げんというか、今現在幸福度は44で、カリブは50か、結構高くなってるねそうだな、まあ信仰の幸福度相当低いからな。じゃあこの辺に建てておきましょうか。金は、金がないさあこれでどんだけ金が入るかな。はい、政府を乗っ取ろうとする輩はどこにでもいる。西側の条約家、私のことさえ疑うべきだ。大使館の近くに教会を建てる、了解。あ、じゃあこの辺か、ちょうどだったね。じゃあ教会をまず建てようか。教会、あった。てか教会建ててなかったんだ、そうなんだ。じゃあこの辺建てとくよ。はい。あー、金がないのか、なるほど。あ、で金がちょっと入った。教会、はい、教会に行くのは教会、はいさあ建てたぞ。で金がかなりきついな今。じゃあまずブローカーから金を借りよう。はい、どれも合法ですよ、もちろん。でこれであともう1万ぐらいで、今スイス銀行の資産残り37,000ドルか、まだまだあるね。とりあえずこれで乗り口をつなごう。ちょっと今財政きついな、頑張ろう。市民が選挙を要求しています。選挙か。自分たちが支配される体制を自分たちで選びたいと。なんて身勝手な。早速選挙か。投票日まで24ヶ月なんだけど、支持率が 19% か。不支持率は 64%。ああ、これはきついぞ。まあとりあえずじゃあやっておこう。今回やろう。うん、もう正々堂々受けてやる。で問題を認める。じゃあ信仰に関する幸福度。で派閥の称賛は。環境保護論者で、超大国は非難なしで、改善の公約はじゃあ進行、はい、これでどう。
で支持率は 21%、 不支持率は 56%、 が、まあ、まだ全然だね。さあ金めっちゃ入った。よし、あの演説中すいません。じゃあ次はそうだな、あとね何を建てればいいかな。でさっきアパート建てたらねめっちゃ人が入ってる。やっぱねみんな家欲しかったんだ、ごめんね。じゃあ攻撃でウランは取れんな今。あウラン、そうかウランやろうか。じゃあ次は東側の条約機構に、はい、輸出で、あとは石油とかあるね、缶詰か、いいね、よし。で、あとは自動車とかも作りない。あー、じゃあ葉巻、魚か、魚はまあいいや。で、次はできればクイックビルドしたいけどな。でも選挙もやばいもんね。なるべくみんなの顔色を伺っておきたい。じゃあ礼拝堂かな、ちょっと金がない。じゃあブローカー。私貴重な機会ですよ。はい、金ちょうだい。違法なことはありません。よし。つまり、じゃあまず証明できることはありません。礼拝堂クイックビルド。時間を稼いでくれたら。礼拝堂じゃない、教会か。頼むから、どれだけの時間と代償がかかったのかは言わないでくれ。さあ、大変なんだね。じゃあ、5000ドル。で、お次はそうだな、じゃあ、宝石鉱棒はまだいいや。トリマ、じゃあ、大聖堂建てよう、大聖堂。大聖堂は、これか。じゃあ、6300ドルで設計図解除で、12600ドルで建てる。うわ、すげえなー。じゃあ、とりあえず、ここに建てておこうか。はいよ。いやー、ちょっと、ここ。はい。さあ、そして、次は、信仰に関する国土を上げていかないとね。で、選挙はあと1年後。やばい。不支持率が 55%。どうしてこんな嫌いになっちゃったのかな。さあ、で、お金また入った。じゃあ、西側から財政援助を求めましょう。で、3万ぐらい入ったね。で、次は、そうだな、テレビ局とか建てる？テレビ局。よし。じゃあ、テレビ局建てます。テレビ局は、じゃあ、この辺かな。はい。で、これで自由度に関する国土が上がるはず。あ、で、シリーズ不足。はい、了解。そうだな。まあ、とりあえず減税するしかないよな。減税。これだよね。じゃあ、とりあえず減税を、もうちょっと、たたたやってみましょうか。うわ、この選挙乗り切れるかな。ちょっとまずはクイックビルドで、ちょっと建築スピード上げていこうか。ちょっと、建築スピードはあまりに遅い。じゃあ、大聖堂か。まあ、ここは、じゃあ、クイックビルドするしかない。さあ、そして、正しきことをするためには、あなたを頼りにしていました。ついにそうなりましたね。代償を払って。で、ここで宗教信奉者の、感情を良くしておきましょう。で、シーザー 22%。で、お次は、なんかないかな。あ、こういう意見交換か。意見交換は、どれ。あ、これだね。意見聴取。支持率が低い順に3つの派閥から、それぞれ1つずつ要求を引き出す。じゃあこれ。はい。よし。で、福岡。はい。この偉大な国の国民から率直な意見を。さあ、これで。持てないでくださいよ、プレゼント。あ、はいはいはい。でも、想像を絶する脅威の知らせがあるんです。ただもう何とお伝えしていいのか分かりません。権力分立の憲法を一本化に設定する。分かった、プレジデンテ。労働者から要求があるんです。はい、メディアの独立性の憲法、働きたくないというのです。ね、はい、分かった、プレジデンテ。で、次は私は今朝起きた時、全部憲法だ。 OKOK 変えれる。憲法帰れない。帰れない。私は興味を引く案件はありますか。あー、ないか、まずい。いやー、意味ね。意味なかったな、これまずいな。じゃあとりあえず大聖堂とあと教会の予算をマックスにしておこう。で、今テレビ塔もクイックビルドしたから、はい。さあ、これでなんとか頑張ろう。ってなると予算がめちゃめちゃやばい。さあ、これでなんとか幸福度を上げるしかないね。今現在、支持率は 21%。おし！で、ラム酒輸出完了。ナイス。だから次は、なんか輸出できるかな？
輸出はできないね。で、まあまずはこうちょっと落ち着こうか。で、次はじゃあ病院だ。病院、はい、これをじゃあこの辺にしておこうか。はい、じゃあこれもクイックビルドで、はい。で、予算もマックス。どうじゃ、これでなんとか幸福度を稼ぐしかない。選挙はあと6ヶ月、なんとかギリギリになったら減税をやって勝てるようにしていきたいな。勝てるかなこれ、だいぶきついんだけど。トロピコの市民たちは、あ、いや、ここはもう自由にやれる。じゃあそう、あ、はい、なんすか、なんか、なんだこれか。妨害工作を終わらせるか。うん、まあやっとこうか。はい、で、次はじゃあ減税ソースやろう。あー、金がない。だからブローカーから金をもらおう。ブローカーと呼ばれています。やばいな、このブローカー頼みもそろそろ終わりにしておかないと。はい、で、減税よしやろう。全てのさあ、これで支持率は 35%、 不支持率は 33%。 ギリギリどっち転ぶかわからない。さあ、とりあえず今走行区度はカリブが 53% か。襲撃ちゃんとやってる？あー、やってない。で、金がちょっとしか入ってないな。まずいまずい、大丈夫？これは心配。さあ、選挙は投票間近だよ。 36% 支持率、不支持率は 32%。 これはどう転ぶかはわからない。さあ、どうなる？頼む、頼む、頼むぞ。接戦でなんとか勝てた。オッケー、よかった。あなたの魅力を忘れていたようです。2回選挙すっぽかしてなんとか勝てました。よかったよかった。うー、危ねー。で、あとで憲法も改正しておこう。マニフェストもあれだよね、やっていかないといけないよね。プレジデンテ、あなたが約束を守る方だと分かっています。信仰に関する幸福度52か。とても約束に対する基準が厳しいのです。分かった、頑張ろう。とりあえず教会と大聖堂は立ってたから、で、予算もマックスにしてるので、まあ、しばらくは大丈夫なんじゃないかなと思うな。じゃあ、とりあえずテレビ局の予算をちょっと減らそう。で、ここ、はい。うー、危なかった、勝てた。ちなみにウランが取れる場所ってないかな。ウラン、ウランウランが取れる場所は、あー、そこか。他にはここか。なるほど、ここだったらまあなんとか行けなくはなさそうだけど、だいぶ遠いね。うーん、ちょっと無理はできんか。ちなみにそこに置いたバスはちゃんと止まってくれてるかな。ちゃんと来てくれてる。あー、でもちゃんといるね。さあ、宝石工場ちゃんと動いてるかな。あ、で、マニフェストクリアしたね。オッケーオッケー、ナイスナイス、お疲れ様。じゃあちょっとこの信仰に関する自由度の関連施設の予算の曲振りをやめよう。ちょっと金がやばいよ。で、憲法も直さないとね。ちなみに教育は今、ちょっときついな。さあ、では、ここいらでですね、自動車工場建ててみましょうか。自動車工場、よし。じゃあ、私の夢だった自動車工場建てるぞ。さあ、で、製鋼所の近くに建てて、で、石炭が気持ち足りないな。石炭もうちょっと取れないかな。石炭は他だとこの辺か。ああ、ちょうどここ取れるね。よかったよかった、ホワットラインの場所がありましたね。はい、じゃあこうして、で、こうすればいいか。よし、じゃあ、はい、クイックビルド。さあ、人は入ってくるかな。あー、で、ちょっとお金が足りない。で、だいぶ幸福度も上がってきたね。今現在総幸福度は51で、カリブと差は2つぐらいか。いいねいいね。あー、で、しまった、ゴムがないんだ。ゴム忘れてた。じゃあ次は襲撃で、これをやめさせて、で、ゴム取ってきてもらうでしょう。はい、これで、お次はゴム農園も作っていこう。ゴム農園はこの辺だと、この辺がいいかな。よーし、じゃあこの辺に置いて、あー、建てれる建てれる、オッケー、建てれるね。はい、じゃあ、はい、クイックビルド。さあ、建てれるかな。人入ってきてくれ。まず1人入った。
どうかな。さあ頼んだぞ。で電力が足りないって言うとるよ。どうしたどうした、大丈夫、ちゃんと動いてる。じゃあ次はこっち、はい、ゴムの上置いとくよ。さあこっちまで道を伸ばして、はい、でクイックビルド、はい。さあこの自動車工場ゼガヒでも軌道に乗せるんだ。そうすれば私たちの価値は見えてくる。じゃあ仕事の質を5上昇、はい、とりあえずやっておこう。じゃあ次は石油を発掘しよう。石油は取れる場所ある？どっかにぱっと見なさそうだけど、あーこっちの方にあるね。いいねいいね。でこの石油から薬を作っていきたいな。じゃあまずはこの辺だよね。どういう風に置いてったらいいかな。まずはじゃあこう置きましょうか。はい、でもう一個じゃあ油性をとこうかな。はい、でこれを向こうにつなげないといけない。じゃあこうして、そうだな、こうして、うわーちょっとなんか変な感じになっちゃうな。あーダメだ。こうして、こうか、こうだ、オッケー、いいねいいね、よし。でこの辺ちょっと壊しとこう。はい、オッケー。さあ油性も作っていきましょう。ちなみに今製薬会社は作れる？あー作れない、しまった誤算、しまった。市民が選挙を要求しています。さあ2回目の選挙来たぞ。自分たちが支配される体制を自分たちで選びたいと。なんて身勝手な。今回はかなり有利に戦えそうだけどね。じゃあスピーチやってやろう。じゃあ楽しみに関する幸福度の問題を認めて、で派閥の称賛はじゃあ環境保護論者、ここいつも低いな。で超大国の非難はなし、で改善の公約もなしにしておこう。はいよ。トロピコの諸君、まあこれだったら大丈夫でしょう。今現在支持は 54%、 まあこれは勝ち確定みたいなもんだな。じゃあ次はもう一個ここに自動車工場を置いていこう。だいぶねゴムが取れるようになってきた。よし、いいぞいいぞ。じゃあここに立てます。はい、さあそしてそして、そうだな、じゃあ憲法もやっていきましょうか。じゃあ研究で、メディアの独立性、はい、これをゲット研究して、であとはまあ他はいいか。じゃあこのクエストの憲法を改正していこう。さあではでは、まずはこれで、次はエコロジー、エコロジーはエネルギー効率で、投票権を変更するんだね。じゃあそうだな、まあ富裕市民選挙で、あと権力の分立、権力分立、これか、これを権力の一本化、これにすればいいの。はい、これで、あ、めっちゃクエストクリアした。今日は同志にとって素晴らしい日です。お祝いのケーキまで食べたんですよ。まず共産主義者が喜んでくれた。最大の防御は攻撃にかかって、軍国主義者も喜んでくれたね。ですがまだ私の攻撃力は貧弱です。そうね、まだ攻撃力は貧弱だよ。プレジデンテ、で資本主義者も喜んでくれた。嬉しいです。ちょっとした魔法を使えば10倍にしてお返しできます。うん、ありがとうね。はい、確定ですか。で、いいですね、ブローカーも喜んでくれた。確定した取引ですから払い戻しはありません。さあこれで幸福度がどんだけなのか。あーでシリーズ 85%、 素晴らしいめっちゃ私味方してくれてる。まあこの選挙は勝ちやなよかったよかった、なんとかね選挙は勝てるようになってきた。おーよかった。さあこの辺でメインクエストも進めていきましょうか。メインクエストは情報書を持つと検問所を持つ。まずは検問所だな。検問所はどれ、これか。はい、でも金が全然ねえなじゃあまず検問所はここに置こうか。ここ、はい、で次は検問所は、そうだな、あんまり町の方に置いておきたくはないから、じゃあこの辺かな。はい、でこれでまずメインクエスト2つ目はクリアした。で情報省か、金いるなじゃあ大聖炎上を求めて、はい、で情報省はどこだっけ、あこれだ。はい、でまず設計図をアンロックしたけど、次は1万8000ドルいるか、結構いるね。じゃあブローカーからお金もらおう。
じゃあまず1万ドルで1万ドルもらおうか。はい、これで2万ドルゲットで、情報省は、はい、情報省はどこでもいいわけだけども結構でけえな。じゃあ情報省はこの辺でも置いとこうか。ここ、はい。さあ楽しみですな。地滑りですプレジデント。さあ選挙は圧勝しましたね。を減らす不良の事故のことではありません。地滑り的な大勝利です。国民の心はわしづかみにしたようですね。よかったよかった。憲法変えたいけどな。はい、憲法変えよう。ちょっとね、この今の憲法の設定はちょっと危うい。じゃあ司法の独立にして、あとはあとはじゃあスポンサー次コンテンツでメディアの新設の収益が 100% 上昇。あとはまあいいかな。あとはいいと思うけど、じゃあとりあえずこれでやってみましょうか。はーい、じゃあ決定。はい、 OK。 あーで、ネットワーク電力足りてる？うん、ギリ足りてる。 OKOKOK、 いいぞいいぞ。で、自動車工場できて、あーで、輸出完了。 OK、ナイス。あとは自動車と、あと宝石かな。あーと船、うん。あと缶詰だね。はい、じゃあ輸出しまーす。いで、あともう一個攻撃ライセンス書いておきましょうか。おい、トロピコに共産主義の場合はいないようだな。いや待て、逆に怪しいぞ。本来虫とネズミと共産主義者はどこにでもいるものだからな虫とネズミと共産主義者。で、スイス銀行5000ドルゲット。で、次のメインクエストはウィンダム教のスパイはあちこちにいます。あ、はいはい、クローゼットの男は毛玉コンサルタントなので大丈夫。ウィンダム教のスパイを銃に、暴いて、でそいつらを逮捕で刑務所1個、所有するんだね。了解。だ、結構いるもん多いぞ。まずは警察署かな。警察署を置きましょうかね。警察署どれだっけ、これだ。はい、でその後刑務所とあと裁判所もいるからな。やばい、いるもんめちゃくちゃが多い。やばい。じゃあまずは裁判所置いていこう。裁判所これだね。4000ドルで設計図解除で8000ドルか、結構するね。じゃあ裁判所はこの辺にしておこうか。はい、じゃあこの辺置いておきます。でその後は刑務所はこれか。3000ドルで設計図解除で1万2000ドルいる。あー結構金いるねもうちょっと待とう。あ、はいはい。誰かにつけられていませんか？大丈夫ですか？いや、わかんない。トイレから出るというだけでも用心するに越したことはありません。だから私はいつも手袋なのです。ロシアンジョークわかんないです。スパイ養成学校を持つと、襲撃観察を完了する。了解。やばい、いる施設が多すぎる。で今現在幸福度は50か、でカリブの幸福度は52だからだいぶ近づけてきてね。で楽しみに関する幸福度もちょっと上げていきたいな。あー金がないんだよねもう金がいるもんばっかやな。ちょっと金がやばいです。じゃあここで東側から財政上を求めよう。でマイナス2万5000が全然足りん。ブローカーお願い、お金ちょうだい。でスイス銀行があと1万3000しかないか。うわーきっついな。さあ輸出はどんなもんくれる。さあでごま、よし、めちゃめちゃ入った。よかったよかった、なんとか耐えた。さあこっからどうするかな。まず裁判所建ててるんだよね。じゃあ次は刑務所建てよう。刑務所。はい、刑務所はどっか遠くの方がいいな。こことか。あーちょっといらんか。いらんというか遠いか。こことか。あーいいね、よし。でまあ裁判所ができましたので、これをどうすればよかったんだっけ。葉巻輸出完了。 OK、 だいぶ潤ってきた。よしよしよし、危ない危ない。さあそしてお金がたくさん入って、で今現在刑務所建ててるから早く建てちゃいなさい。で、あとはそのスパイの人を10人捕まえればいいんだね。 OK、
さあこれで刑務所ができました。刑務所でワークモード囚人労働、これに切り替えよう。で次はデータで、で特別市民、ウィンダムのスパイ、これこいつら7人か。こいつらはじゃあ逮捕、はい全員逮捕じゃ。でまず7人働かせよう。はい逮捕。でこれを10人逮捕しないといけないんだよね。了解。私のスパイを捕まえただと。ああはいはい、捕まえました。奴らは絶対に口を聞かんからな。なんだと、すでに洗いざらい話した。妙だな、私とは口を聞かないのだ。口を聞かないからなんじゃないですかね。よし、オッケー。で、まずスパイを1人逮捕したか。あと9名で何か向かってってるね。で、他にウィンダム教のスパイはいるかな。あ、で何人か暴かれてるね。こんにちは。あとはじゃあこの人逮捕して、いいね、で、はいはい逮捕、全員逮捕だよ。悪いけど今日はやめて。さあ全員捕まえてこい。さあかなり金が貯まってきましたね。よかったよかった。ふう安心した。じゃあスパイ養成学校も建てていこう。スパイ養成学校はそうだな、この辺とか。あーいいね、ちょうどいい場所に作れそう。オッケー。さあでスパイ養成学校はできた。あー喋ってるとこすいません。じゃあ襲撃、観察だね。はい、さあこれをやると、じゃあ良さをマックスにして、で襲撃ポイントを稼ごう。さあだいぶ潤うようになってきた。オッケーオッケー、やっとここまで来れた。ちょっとね物流がね良くなかったから、トラック運転手事務所を追加したらかなりいい感じで回るようになってきた。いいねいいね。で次はじゃあラム酒だな。ラム酒売れるかな。いいね、よし、じゃあ売ってってください。頑張ってみんな。さあでウィンナムのスパイが10人、よし見つかった。でここでこいつを逮捕すればメインクエストが進む。よし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 。でちょっと鋼がちょっと少なくなってる。あーで電力がちょっと足りなくなってる。いいねいいね、これはいい悲鳴かもしれない。発展してる証拠だ。さあなんだったらもう少し成功所も作りたいところなんだけど、まあそれはいいか。ゴムが足りない、マジか。さあゴムをじゃんじゃん持ってきなさい、じゃんじゃん。ウィンダム教のスパイを尋問していろいろ分かりました。スパイを全部捕まえたね。明らかなでっち上げもありますが、偶然にも本物の情報があるかもしれません。おいいね。でラム酒も使う。あ順調だねこの時代。よしよし、やっとここまで軌道に乗せれた。で次はこの観察を終わらせればいいか。じゃあ今回はここで市行きましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よしからチャンネル登録、高評価お願いします。ルペでした。さよなら。